はい、皆さんこんにちは。今日は年末も近くなってきたので、海外取引所から国内取引所に送金する場合に、どの仮想通貨が一番送金手数料が安いのかを見ていきたいと思います。今回取り上げる国内仮想通貨取引所は、大手のコインチェック、ビットバンク、OK コイン、フォビジャパン、DMM ビットコイン、この5つの取引所で取り扱っている通貨を、海外取引所のバイナンスから送金する場合を見ていきます。ただ取引所やその通貨によって取引枚数や流動性が少なかったり一度に大量に売却できない場合もあるので、そこは事前に送金する前に取引板の高を見て送金通貨を何にするかを決めてください。今ちょっとざっと見ていくと、国内取引所のコインチェックではモナ、OMG、パレット。ビットバンクでは、ポリゴン、ドージ、バット、アスター、カルダノ。OK コイン取引所では、アバランチ、デップ、IOST。フォビジャパンでは、フォビトークン、テゾス、ジャスビ、オントロジーなどが独自に取り扱われてますね。これらの国内取引所とバイナンスの両方で取り扱ってる通貨は、ビットコイン、イーサリアム、リスク、OMG、ポリゴン、ポルカドット、ライトコイン、ステラ、クアンタム、ベーシックアテンショントークン、リンク、リップル、メーカー、エンジン、アスター、カルダノ、アバランチ、IOST、ネム、テゾス、ジャスミ、オントロジー。この22通貨なんですけど、ただビットコイン、イーサリアムは誰が見ても送金には適してないので、20銘柄を見ていきたいと思います。国内取引所ではバイナンスチェーンは取り扱ってないので、有効な送金になる ERC20 と独自ネットワークを比べてどちらが安いかを見ていきます。
私がおすすめする仮想通貨取引所は、海外取引所ならバイナンス、バイビット、ビットゲット、MEXC 取引所。バイナンスは多くの仮想通貨の貸し手増やすステーキングや積立投資300以上の通貨を取り扱っており、ローンチプールによる新規通貨の上昇利益に期待できる取引所なので、口座開設しておくといいと思います。バイビットやビットゲット、MEXC 取引所もバイナンスのようなステーキングや独自通貨の発行などをしていて、おすすめできる海外取引所になります。国内取引所は円に交換するならフォビジャパンで指値取引ができて、口座開設ボーナスキャンペーンを随時行っているのでおすすめです。コインチェックの口座開設で1000円付与。OK コイン取引所では IOST の板取引ができます。フォビジャパンと OK コイン取引所では独自通貨を発行していて、フォビジャパンの大元のフォビグローバル取引所はランキング上位の取引所なので注目です。各取引所、随時ボーナスキャンペーンを開催しているので、動画説明欄から確認してみてください。